はい、それでは、撮影した写真をシルキーピックスを使ってロー現像してみたいと思います。シルキーピックスの編集画面で画像のトリミングやってみたいと思います。画面右側のアイコンの中からこのマーク、トリミングツールをクリックしますと、トリミング領域設定のサブウィンドウが出てきます。そして大切なのはこの縦横比、まあ自由にもう写真切り取ることできるんですが、この複数の写真を使うときに縦横比がいろいろあると並べにくくなってしまうので、縦横比は必ず統一していきましょう。今回は、まあ、写真を撮ったままの縦横比、短辺に長辺3の2対3のままトリミングしていこうと思います。ポインターを写真四隅のある角に合わせてスライドラッグしていくと、このようにトリミングされていきます。同じように反対側の角もですね、もう少し行きましょうか。でね、本当に微調整できるのでね、後から便利ですね。はい、トリミングしました。そしてちょっと傾きが気になるようなので、この回転デジタルシフトも、はい、サブウィンドウが出てきました。この回転のこのスライダーで回していきます、ね、傾きをね、お、いい感じですね。これで回転微調整したので、こう上辺短辺、ちょっとね四隅と節が窮屈になったので、もう一度トリミング領域設定で広げていきます。割とね、回転とトリミングはセットなので、だいたい同時に調整するといいと思います。もう少し下が欲しいですね。下に下げます。よっ。はい、調整できました。はい、この後ろの棚に置いたブルースケッタの写真を調整していこうと思います。もちろんね、撮ったままで十分綺麗なんですけど、少しこれを、色味を温かみのある方向に明るくしていこうと思います。明るさの調整なんですが、この調整パラメーターの、これですね、プラス3、マイナス3って書いてある。ここが明るさのスライダーです。プラス 0.3 ぐらいにします。プラス 0.3。だいぶ明るくなりましたね。ここに数字を打ち込むという方法でも明るさを変えられます。そして、色温度。色温度って何だろうと思いますよね、皆さん。朝日が出て、日の出とか夕方の赤っぽい光が色温度の低い側です。2000ケルビン、こっち側ですね。そして、こう、日が沈んだ後の、こう、空が青かったり、こう、外の壁、建物が青っぽく見えたりするのが、色温度が高い状態です。今回、色温度を調整して暖かい方向に出すんですが、この場合は、数字の大きい方に動かしていきます。色温度のスライダーを。ちょっとずつ動かします。5650にしてみましょうか。暖かい色調になりましたね。で、この数字ですか。やっぱりね、ガバッと動かさない、少しずつ変えていってみるということが大事です。この明るさと色味の調整、完了です。はい、それでは調整した写真を保存します。一コマ現像ボタンをクリックすると、サブウィンドウが出てきて、
右下のボタン、現像。現像を押すと、保存完了です。はい、保存ができました。明るさや色味を、失敗をリカバリーするだけではなくて、自分の見せたいイメージに寄せていくことも、老現像の面白さです。皆さんぜひやってみてくださいね。